NSC。 さあ始まりました、頑張れ南葛 NSC、 井上真央でございます。そしてこの方でございます、どうぞ。南葛 NSC 浅田です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。浅田さん、6月に入りまして、まあ、このリモート収録が続くわけでございますけれどもね、はい、そうですね、まあ、新たにこのお時間に引っ越させていただいてということなんですけど、だいぶあの夜に馴染んできましたか？もう夜の男になってきましたねなんかでもあれですよね、逆に収録になったことで生からね、はい、ゲストが選手の方が毎週来ていただけるというのはこれ嬉しいじゃないですか。いやこれね、あの、うん、本当にあのリスナーの方から好評でですね、うん、ぜひ継続してやってもらいたいっていうご意見が多数いただいてるもんですから、これは嬉しいですね。はい、ちょっとしばらくあのリモートでやっていきたいなと思いますね、はい、いやよろしくお願いします。今日もね、素敵なあの方をお呼びしてますんでね、後ほどご登場いただきましょう。さあこの番組は、はい、葛飾区の J リーグを目指すサッカーチーム南葛 NSC を熱く熱く今日も応援していく、番組ということになっております。この番組は、私たちは皆様のブレーンでありたい、店舗の企画設計施工の専門家、株式会社東野ブレーンズ、そしてポスター印刷のぼり垂れ幕大判プリントのことなら何でもお任せ、合同会社インクマニアの提供でお送りします。それでは浅田さん、頑張れせーの南葛 NSC、 今日もねリモートですけども、もう我々も慣れてきましたから合わせていきましょうね。はい、お願いします。それでは行きましょう、今週も頑張れ南葛 NSC、 せーのチーク。はい、というわけで改めて井上真央と申します。そして南葛 NSC 浅田です、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ南葛 NSC が所属するのは浅田さん、J リーグ J1 から数えて7つ目のカテゴリーにあります、東京都社会人一部というところでやっておりますけれども、はいはい、現状コロナで、開幕がまだ先延ばしになっておったということなんですが、動きがあったと聞いておりますよ。そうですね、はい、今ずっとこのコロナの感染拡大防止というところで、はいはい、チーム活動はあの全てストップさせていただいておりましたけども、うん、はい、6月の月曜日、1日の月曜日から葛飾区の方の施設がオープンしたということにあたりまして、はい、2日の火曜日から、チーム活動を、まあ、一部感染対策をしながら、まあ、あの再開、ソーシャルディスタンスを保ちながら、ちょっと活動を徐々にさせていただこうということで。なるほど、はい、これはポジティブな明るいニュースですね、はい、よかった。そうですね、そっかそっか。ただちょっと大変申し訳ないんですけども、はい、この感染予防防止というところで、うん、まあ、ファンの方、サポーターの方含めて、はい、ちょっとあのグランドへのお越し、ご来場というのはお控えいただければというふうに思っております。練習を見に行くのは今ちょっとご遠慮いただきたいということですね。そうですね、その中寿司きっかけでいろいろあってしまうとね、あれになってしまいますということもありますから。そうですね、はい、分かりました。ちょっとあのもうしばらく自粛していただいて、まあ、J リーグの方もね、浅田さん再開 の、 あの日取りね、決まりましたね。ガイドラインも出て、はい、その流れもありましてね、ただ J リーグも無観客から試合は始まるということだったりもしますので、はい、ぜひね、はい、ご了承いただきたいと思います。あ、でもこれは大きな一歩ですね、浅田さんね、はい、そうですね、ようやくあのグラウンドで選手たちもこう、うん、あの活動するタイミング時期が来ましたので、今まで、まあ、お部屋でねトレーニングしてましたから皆さんね。そうですね、はい、うん、2ヶ月間本当にこんなサッカーボール蹴らないチームサッカーやらなかったことないんじゃないかっていうぐらい長い期間だったかもしれませんけども、その分貯めてるもんもあるでしょうから、今日のゲストの方もね、うずうずしてもらえれば、うずうずしてるんじゃないかということで、ぜひねトークでも爆発していただきたいなと思っております。そうですね、爆発してもらいたいと思います。青空の下の、ね、青空の下でのプレーが待っております。それではお待たせいたしました、今日のゲストはこの方です。お呼びしましょう、一声ください、どうぞ。背番号27番国広周平です、よろしくお願いします。国広周平選手が来てくれました、ありがとうございます。お元気ですか？はい、元気です。そうですか、国広選手といえばね、はい、新加入で入っていただいた選手ということですけれども、我々なんて呼んだらいいですか、国広周平選手。チームメイトは基本的に国って、はい、国呼ばれてます。はい、国選手とお呼びしていいですか？あれですね、はい、お願いします。国選手は97年1月9日生まれの23歳のミッドフィルダーですね。桃山学院高校関西から大阪産業大学、はい、そして、関西リーグのアルテリーボ和歌山を経由して南葛 NSC に来てくれたということですね、はい、ありがとうございます。身長の方が 2m40cm、 体重が105キロということになりますけどもね、国選手の方がいいですねちょっとね、あの、ちょっと警戒し、ここ毎回ね、ここ毎回なんていうんですかね、ウォーミングアップなんですよ、ちょちょちょいみたいなね、ごめんなさいね、認めちゃったからね、ごめんなさい、嘘ですよ。
181cm、73kg ということで、間違いないですか？はい、間違いないです。ステイホーム期間で太ったりしてないですか？あんまり太らないんで大丈夫でした。確かに細身ですもんね。そうですね、あんまり太ったことはないですね。あ、そうですか、なるほど、ありがとうございます。あ、今どんな毎日ですか、お家で？まあ、仕事は普通にあるんで行ってるんですけど。あ、そうですよね、お仕事しながらですもんね。はい、はい、で帰ってきてトレーニングして感じですかね、うん、お家の中で。動画でね、ツイッターで上げられてましたバランスボールのトレーニング、あれすごいですね。腕立て伏せ、まあ、すぐできます。皆さん想像してください、腕立て伏せみたいな状態で足だけバランスボールにね、片足だけ乗せてですね、あとは膝をこう胸に引きつけて体をツイストする左右の繰り返しみたいな、わかります？すごいくないですか、浅田さん。全然意味わかんないですね。ね、軟体動物のようにグニャグニャしてます。いやー、私あれは体幹ですか、国野選手。いや、なんていうんですか、体幹となんかヨガを混ぜたような、うん、ああなるほど。あれはあのチームでやってるトレーニングですか？あ、大学時代からずっと継続してるトレーニング。偉いですね、大学の時からそういう自分の課題を続けてるってことなんですね。じゃあそうですね、チームのメニュープラスでちょっとやってるって感じになります。おお、すごい。今回新加入っていうことなんですけど、どんな経緯で南葛に来ていただけることになったんですか？そうですね、J を、はい、目指してるっていうクラブって結構いろいろあると思うんですけど、SJ リーグをね、はい、その中でもなんか本気度がちょっと違うというか、はい、それそうですよね、はい、もうほんまに上目指してやってるのが分かって、うんうん、なんかすごい魅力的なチームなんで。わあ、それはありがたいですね、浅田さんね。そうですね、ね、これ関西リーグアルテリーボ和歌山って有名なね、より南葛 SC の現状より J リーグに近い場所にいるチームじゃないですか、はい、そこでの経験って南葛に生かせそうですか？まだトリーグではね、もちろん戦ってないわけですけれども、その辺どうですか？そうですね、僕あんまり関西リーグのこともめっちゃ分かってるってわけじゃないんですけど、うんうんうん、はい、でまあこっちもあんま正直分かんないんですけど、合格するためにまあ、そうですよね、全力で頑張れたらいいかなと思います、お願いしますね。ちょっと頼っちゃっていいんですか？はい、頑張ります。よろしくね。南葛のメンバーとはもう慣れました？そうですね、みんな結構いい人がすごい多いので、うん、ね、優しい先輩、ご飯食べに行ったりとか、なんかバカ話したりとかって機会は持ててます？でもコロナにすぐなっちゃったからなかなか難しいですか？あ、そうですね、その辺はあんまりない、うんうん、ないですね、まだ、はあ、葛飾で何したいとかあります？あんまり分かんないでしょ、まだね。ただなんかおすすめの店をどんどん教えてもらいたいですね。あ、浅田氏が、これはね、浅田さんいっぱい知ってますもんね。いっぱい知ってますよ、もう何知らないこと何でないですよ。そうですか。けど、黄色は葛飾区民ですので、葛飾に住んでますんで。あ、そっかそっか、はい、あら、これから多分いろんなとこ行かれるんじゃないかな、うん、行くんじゃないかな、仲間内とかでも、まあうん、プライベートでもいろいろ多分見かけたら声かけてもらいたいなと思います、ね、あ、なるほど。じゃあ国広選手、これね、いろんな葛飾の地元のとこ食べに行って、はい、得意のツイッターでね、いっぱい拡散していただければ。そうですね、得意のツイッターで。そうですよね、はい、やっていこうと思います。ツイッターはね、こう南葛みんなでやっていこうっていう流れで来てますからね、それちょっとぜひ、はい、はい、ということでございます。このね、コロナ期間ですけども、ついに練習が始まるということですけど、はい、その辺はどんなお気持ちですか今？そうですね、僕こっち来てすぐコロナにもらってしまったんで、はい、うん、余計めちゃくちゃ楽しみなんで、ね、みんなでサッカーできることも楽しみですし、サッカー小僧ですもんね。そうですね、ですよね、はい、うん、今回このラジオに出ていただくということで、これ30分番組になってからね、曲をかけさせていただいてるんですけど、はい、国井選手が選んでいただいた曲ね、ちょっと聞かせていただいたんですけど、はい、事前にいい曲ですね、熱い男ですね、あなたは。そうですね、ね、うん、はい、やっぱ曲で分かりますよね、浅田さんね、熱さがね、分かりますね、大体この個性も出ますね。曲でね、そうですよね、これからのよく分かります、聴いていただくんですけど、国選手、はい、この曲のなんかこう思い出とか、なんかもらったなんかイズムとかそういうのあるんですか？うん、正直これ聴いて頑張ろうみたいな、はい、あんま正直思うタイプじゃないんですけど、ほうほうほう、はい、なんか、結構、まあ、辛い時になんかずっと聴いてた曲かなって感じですね。なるほど、じゃあとりあえず聴いていただきましょう。非常に歌詞もね、いい曲なんで、皆さん聴いてください。それでは国広選手、曲紹介お願いします。ケツメイシで Life is Beautiful です。
い、ありがとうございます。今曲かかってます。あと曲が降りながら曲すら流れながら後トークみたいな感じでいきましょう。はい、いきましょう。3、2、1、はい。いやー、いいですね。国広選手染みますね。そうですね、染みますね。やっぱりあの自分のサッカーやってきた中でいろんな思いとかそういうことも振り返るでしょこれね。まあそうですね、うん、はい。なんかやっぱりいろんなものが糧となって強くなっていくんだみたいなところがね。これおじさん、はい、私44歳のおじさんですけど染みますもの。そう、染みいいっすよねこれ。染みちゃうね。あのね、いい曲だと思います。国広選手がね生まれた97年っていうのはね、はい、あの、はい、私吉本興業に入った年なんですよ。お、すごいね、僕が初舞台で滑って泣いたりしてる時に国広選手は多分離乳食に移行したぐらいだと思うんですよ。浅田さんもそうですもんね、同い年ですもんね。僕は生まれた時、19歳、20歳生まれた時、VV 国広が生まれた時ですよね、うんうん、そうそうですそうです、ね、もう鉄筋で暴れまくってましたね、すごいですよね。そんないろんな年齢差もこう感じさせてくれるこの曲、決命詞でね Life is Beautiful 聴いていただきました。国広選手、映画の Life is Beautiful 見たことあります？映画ですか？映画、決め詞関係ないですけど、それも全く知らないです。あ、そうですか。それも非常にいいんですよ、はい、今度ちょっと DVD。 名作ですよね、それね。名作ですね。ちょっとまあ僕もなんか噂には聞いてて見てないんですけど、うん、なんかすごい面白いっていう。ちょっと黙っといてもらえますか、見てない人は。あ、どうも失礼しますよ。非常におすすめなんで見といてくださいね。はい、ありがとうございます。さあ、というわけでですね、引き続き国広選手のねここからちょっとお人柄に迫っていこうじゃないかというふうに思うんですけれども、浅田さんから見てどんなお人柄ですか国広選手は。いや、なんかあの、うん、表情にあんまり出ないんですよね。ポーカーフェイス、普段から、はいはいはい、ポーカーフェイス、俗に言うポーカーフェイスってやつでしょうね、うんうん。ただなんかグラウンドに立つとこうギュッギュッとした顔するんですよ、うん、あんまこう笑顔、もちろん笑顔じゃないんですけど、うんうんうん、なんかちょっとまたこうなんでしょうね、違った仮面をかぶるというか、集中してるぜみたいな、うん、なんか怖いんですね。怖い、うん、これは国選手ご自身ではいかがです、はい、いや、うん、そんなことはないと思うんですけど。侵害ですか今言われてね。そうですね、笑ってるつもりなんですけど。いや、最近こう表情が豊かになってきました、うん、だいぶ慣れてきたのかどうか分かんないですけど、あの、まあ、周りの選手とかと仲良くなっていきながらで、うん、だいぶこれ今までの仲間とかと周りから言われる印象とかでどうですかご自身的には、ご自身のパーソナリティ、浅田さんが言った通りの感じで言われますね、うん、いつも。そう、ほら、大正解、大正解。自覚はあるんですね。そうですね、なんかよく言われます、うん、それは。あ、ですか。はあ、はあははあ、ムードメーカーというよりは背中で引っ張るタイプというか、チームの中でどういう存在だったんですか今まで、いろんな年代で。どんな存在、うん、なんかキャプテンタイプとか、ムードメーカーとか、なんか、なんていうんですかね、こう影で支えるタイプとか黒子タイプとか、ね、そうですね、黒子タイプですかね。あ、されてるかわかんないですけど、あーは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 ー、割とこう表立って目立つ方じゃないけどしっかりやることはやりたいよみたいな職人タイプだ、はい、そう言っていただければありがたいです。好きな食べ物とか何ですか。好きな食べ物ですか、はい、まあお肉であれば、お肉であれば、はい、何でも。そうですか、豚牛鶏ではどれが好きですか。あ、豚牛ですかね。あ、2つ選びましたね。タレ塩で言うと何が。あ、塩ですかね。あ、なるほど。お、ほう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 。お酒は結構飲まれるんですか。いや、お酒はほぼ飲まないです、ね、あ、アスリートですからね、そこは節制してるところもある、ね、そうですね。あ、そうですか、なんかハメ外す時とかあるんですか。ちょっと朝までゲームやっちゃってドラクエやっちゃったよみたいな、あります。頑張りないんですよね、うん、あ、なんですか、はい、朝愛の不時着朝まで見ちゃったよみたいな。え、ないですよね、結構面白くない生活してるんですよ、ね。そんなことないでしょ。じゃあこうね、浅田さんね、こう喜びを感じる瞬間とかあるでしょ。 湯船に浸かった瞬間とか、ゴミ箱に紙が一瞬で入った瞬間とかね、あとはもうサッカー以外でこれは俺喜び感じるよって最近のことでもいいんですけど、国さんどうですか。最近あのちょっとキングダムに
見てる時が一番楽しかったですかね。ちょっと今ね、声がね切れちゃったのでごめんなさい、こっち側でもう一回いいですか。キングダムを見てる時は楽しかったです、はい、あ、映像作品ですね、漫画、はい、それは映画の方ですか、漫画の方。いや、アニメの方です。アニメで見て、あら、はい、そうだ、キングダム面白いんでしょ。僕最初の方しかまだ見れてないんですけど。あ、見た方がいいっすよ、あれは。そうですよ。どの辺が魅力なんですか、やっぱ泣けるって言いますよね。あ、そんな感情移入はしてなかったんで、ね、しなさいよ。面白かったってそういうことじゃないの。なんか全体的にまあ面白かったらなって感じですね。なるほどね。じゃあ、はい、なんだろう、シネマピアかなんかに取材されてると思って、プロ選手、はい、キングダムのね、最大の魅力ってどんなとこですかって取材されたら、なんて答えます。みんながかっこいいとこですかね。大事ですよね。はい、例えば、どのキャラクターがどんなシーンとかかっこよかったですかね。ですね。国広選手、あのね、ここね、学術会議とかじゃないんで大丈夫ですよ、はい、もっとあの気楽に喋ってもらって、シンポジウムじゃないんで。そうでしょ、印象に残ってるシーンは正直あんまないんですよね。そうですよね。いや、はい、すごくね、お人から伝わって、僕ら、あの、笑顔でいますよ、今、皆さんも、きっと聞いてる皆さんもね。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな、まあ、アニメのお話なんですけどね、浅田さん。我々といえばね、はい、我々といえば。浅田さん、ここからちょっと MC やってくださいよ、この名言に持ってくる。はい、それ難しい、無理。我々といえば浅田さん、ね、キャプテン翼です。そうですよ、高橋先生のもとね、キャプテン翼のなんか熱いシーということでやらせていただいてますから、国枝選手もキャプテン翼はなんか思い出のシーンとかあったりするんじゃないですか、思い出のあるシーンとか。そうですね、はい、あの、毎回この番組ではキャプテン翼の名言を選んでいただいてるんですけども、はい、ちょっと国枝選手にも今日ね、はい、選んできていただきましたけれども、はい、ちなみに、はい、誰が言ったセリフかっていうのだけ教えてもらっていいですか、キャラクター。ボケないでくださいよ、キングダムのキャラクターとかにしないでくださいよ。大丈夫です。大丈夫です。やらないタイプなんで。はい、大空翼くんです。翼くんが言ったどんなシチュエーションで言ったセリフか、はい、まず教えてもらっていいですか。はい、相田選手が、うん、相田選手が退場した時、ね、ありましたね、日本代表戦ですよね、ワールドユース、ね、はいはいはい、はいはい、タックルでね、はい、はい、1人少なくなっちゃって、相田選手はもう本当に後で泣くぐらいね反省してるんですけど、はい、翼くんがその時にキャプテンとして仲間に言い放った言葉ですよね、確か。はい、分かりました。それではね、これあの本番の時エコーかかって出ることになってますんで、キャプテン翼くんになったつもりで、はい、そのセリフご紹介いただいてよろしいですか。はい、頑張ります。それでは国広周平選手のお気に入りの名言、こちらでございます。どうぞ。 1.1 倍頑張れば10人で1人分カバーできるんだ、です。いやー、素晴らしい。なるほどね、浅田さん、いいじゃないですか。覚えてます、このシーン。これ、はい、どんな状況でしたっけ。じゃあの、ソーダくんがね、退場しちゃってて、さっき話したでしょ、これね、フランス戦でしたっけ。それは分かる。なんだっけね。そう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 、フランス戦、フランス戦だよね。そうです、そうです。ああ、じゃあ、その聞いてたでしょ。思い出してきた。じゃあ、その背景を思い出したい。ああ、そうですね。いろんなもの。これはでも先ほどのちょっとね、ケツメイシの Life is Beautiful ともちょっとつながってるような気もいたしますよ、国の選手。そうですか、つなげてもらってありがたいです。いやいや、ご本人中できっとね、つながってると思います。これはやっぱりチームワークの大事さをキャプテンとしてってことですよね、伝えていかなきゃっていう。うん、ね、そうですね、はい、チームワークって、まあ、簡単に言葉でよく言いますけども、国広選手にとってチームワークっていう言葉に関する思いとか思い出とか あるでしょ、何か思い。そうですね、はい、うん、僕はですね、うん、僕が思うなんかチームワークっていうのは、はい、なんか全員が同じことをするのじゃなくて、はい、全員が同じ目標だけ見て、はい、それぞれ 100% できるやり方をやるっていう、自分のやり方でしっかりやっていくっていう。なるほど、役割は違えどね、自分のミッションを、目標はちゃんと。いやー、これはいいことを聞きました。これ素晴らしい。これは後でエコーつけていただきたいぐらい、浅田さん。ありがとうございます。いや、ね、本当その通りだと思いますよ。やっぱり、ね、同じ、ね、言われたことを全員が同じことやってもね、やっぱりそれ、ね、確かに
それしか能力ならないんでね、うん、やっぱいろんなアイディアとかいろんな発想とかね、うん、自分でいろいろ思いながらいろんなことを描くと、それが本当にものすごいパワーエネルギーになりますんでね、うん、はい、本当そうだと思いますね。国広選手が今までね、この時間ですけれども言っていただいて、いろんな人柄だから彼のキャラクターで言っていただくことで染みますよね。なんかね、静かに遂行してるんだなっていうね。そうそう、確かに遂行っていう言葉があるかもしれないですね。本当、多分お酒飲まないって言ってましたけど、多分ね、何日かに一遍は横丁の居酒屋で日本酒肘つきながらちょっとだけ飲んでますよね、国広選手ね。そうですね、だからこれから飲むようにしていきます。いや白ってことじゃなくてね、そういう印象かなっていう、ちょっとね、ごめんなさい、大げさなユーモアみたいな、そこ真面目に やってってことじゃないからね。まずいな、まあさ、それは、いや、職人、なんか渋い職人であってほしいなっていう気持ちですね、今ね。確かに分かる、渋い職人っぽいですね、うん、それでね、うん、そういう美学とかがきっとあるんじゃないかなと思いますし、きっとなんていうのかな、そういうキングダムでもね、そういうキャラクターを好きなんじゃないかなと思いますよね、国広選手ね。はい、そうです。もうめんどくさくなっちゃってるんじゃないですか。キングダムあんまちょっとあ、そうですよね、僕もあんまり奥まで読んでない、出てこないんで僕も。ありがとうございます。その感じのね、ちょっと揺れが見たかっただけです。ありがとうございますね。はい、で今日はね、もう時間なんですけども、早いもんでありがとうございました、国広選手。ありがとうございました。いろんなお人柄、そしてね、これまでとか伺ってきましたけれども、これからの、まあ、中津市およびサッカー人生、そして人生みたいなことに関してね、まずそんな大げさじゃなくていいんですけど、今シーズン、どんな自分を見てほしいでしょうか。そうです、まず、はい、圧倒的に、うん、昇格することなんですけど、はい、まあ、そのさっきの翼くんが言っとったように、はい、やっぱ南葛はやっぱ格上と思われて戦うと思うんで、はい、相手が、うん、そうですね、だからそれいう気持ちを相手が持ってるっていうのもしっかり分かった上で、それ以上頑張って動的に昇格したいなと思います。わかりました。どんなところ注目してたらいいですか、我々ファンは。そうですね、もう毎試合勝つんで、はい、勝った後みんなで喜んでるところを楽しみにしていただけたら。わかりました、期待してますんで、ぜひまたグラウンドでね、お会いしたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。というわけで浅田さん、いいとこ来ましたね、はい、今日はね、国広選手、いや、なんかすごく違う側面が見えてよかったですね。そうですね、またちょっと評価変わりましたよ。はい、ということで、我々南葛 SC ですね、裏頑張れ南葛 SC といいまして、ポッドキャストそちらも展開中、詳しくは南葛 SC のねサイトの方を見ていただきたいと思います。お便りの方もね、そちらでお答えしたりしております。今日も皆さんありがとうございました。この番組は、私たちは皆様のブレーンでありたい、店舗の企画設計施工の専門家、株式会社東野ブレーンズ、そしてポスター印刷のぼり垂れ幕、大判プリントのことなら何でもお任せ、報道会社インクマニアの提供でお送りいたしました。さあ、ということで、お二人これからね、練習始まっていきますけど、頑張っていきましょうね。はい、頑張りましょう。ポジティブなパワーをね、葛飾区に広めていければということで、頑張っていきましょう。それでは声を合わせていきましょう。私がね、頑張れと言いましたら、二人で南葛 SC で締めましょう。いいですか、国広選手。これね、リモートなんで揃ったことないです。いきますよ。それでは、国広周平選手、今日のゲストでした。ありがとうございました。それでは頑張ってくださいね。来週も頑張れ、せーの、南葛 SC。 いい感じで。